はい、おはようございます。はい、ということでやってきました、ヤングダービー初日。いつも通りですね、初日全レースぶん回してみた、やってみたいと思います。はい、で、ご覧の通り今1レースの展示が終わったところなんで、1レースから12レースまで全力勝負でいきたいと思います。やっぱり初日はかなり難しいんですけれども、初日にあえて挑むこのスタイル、初日で結果さえ残せれば残り5日間もまあ簡単に結果を残せると思うので、まずは鬼門となるこの初日で結果を残せるように頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ではオープニングレースいきたいと思います。売れてるのが1、2、1、4、まあ、山崎選手の逃げから武井選手と永井選手の差し、まあ、これが当然売れてるんですけれども、狙ったのは前回使用していた大井選手の行き足が結構よく見えたので、僕は51号機を引いた3号艇の渡辺翼選手を狙いました。まあ全く売れてないんですけれども、まあ3コースからスタートも行く選手ですし、ここまで売れないんだったら僕はここから勝負しました。ということでまくり差し314流しで14に厚めですね。やっぱり4コースの差しっていうのは三國有利なんで、永井選手の技術と足があれば、まあ、どんな展開でも上位に来る可能性はあるということで14を相手本線で、で永井選手の差しが届いちゃったパターンで4、1、3、1、3、これだけ押さえてます。で最後に逃げは1、3、4、1、4、3、そして1、3、2、この3点だけ押さえました。はい、合計1万円勝負で、これちょっと最初、いきなりちょっと穴狙ったんですけれども、チャンスはあるんじゃないかと、これでいけます。さあ、スタートいけ。スタート、アジャストすんなよ。よし、ナイススタート、これあるぞ。あ、4のがいいか。出てくな、出るな。まくり乗せ。あー、4流れた、3流れたか。くそー、安いなこれ。一番人気じゃね。頑張れ、なんとかしろ渡辺。まだまだ全然ワンチャンあるぜ。あー、142か。全然届く雰囲気なかったね。すげえ出てったのに。やっぱ三國の実績が全くないから乗りづらそうだな、渡辺は。三國な、あ、三國出てるな。長井出てるわ。いや、これ届くあるな。頑張れ頑張れ。長井めっちゃ出てんな。山崎もだって下手なターンしてないよ。1号艇山崎軍が先行、最終ランバーク1、4、2。うおー、直線も伸びてるね。はい、まずはちょっと最初は外れでした。はい、2です。ここはちょっと展示から動きがあって、5号艇の吉田選手がピット離れで飛んで3コースに入ったんですけれども、島村選手は普通に外から前付けして、で渡辺選手も、コースを取り直すような感じで動いてきたと。で結局最終的には1、2、6、3でダッシュが5、4っていう形になりました。で1号艇の佐藤選手はスタートもめちゃめちゃ速いですし、展示も出てますし、陰線の信頼度もかなり高い選手で、最近半年間で見ても1回も船圏外に飛んでないので、初の G1 ですけれども、まあ、若手同士のバトルなので、ここもスタート決めて確実に船圏内には残すっていう予想でまずは軸にしました。そして点数を絞るためにもう一人軸選んだんですけれども、これが、穴なんですが F2 の吉田選手。まあ、F2 で売れてないんですけれども、この吉田選手が引いたモーター、21号機は3節前に石田選手が輸出してるモーターですし、記録は間違いなくあるんで、 F2 後もなんだかんだ吉田選手トップスタートとか結構いってるんで、こんだけ売れな人気が落ちるんだったら吉田選手をあえて穴軸で買おうということで、1と5の2軸で買いました。まずは1号と1流し5、これを2、3、6買って、4はもう抑え程度で、あとは3人厚めに購入って感じですね。はい、で逆転があるとすれば、足のいい渡辺選手と前付けに行った島村選手で、ここも1、5は残す考えて3、6、1、5、1、5で、最後に、吉田選手
本番もピットバーナーで飛んでスタート決めてまくり出しちゃったパターンで5頭これは236だけにしてます。相手ははい、これで勝負ですね。ここはちょっと、侵入から面白そうなので、まあ吉田選手がこんだけ揺れないんだったら面白いレースになるんじゃないかということで、はい、勝負しました。飛んだね。よしよし、5コースはこれで5コースは確定した。5コース以内は、あとは島村が多分前付けに行かないかな、この感じだったら。いや、行くな。スタート電池では並びが1フタロスさん、ダッシュが54と4台に分かれていますが、うん、あ、入れない。よし、いいんじゃないの。4コースは結構期待値上がったろ。角じゃない。いや、いいんじゃないこれ。よしよしよし、そんなに深くなんないしね。1も残すでしょ。なんだかんだスタートそこそこ決めてくるから吉田は。5コースに6号艇島村孝吉です。島村今年のウエスタンヤング優勝しています。6コースに4号艇高田光、高田は今年の2番イエリーチャンピオンでは予選突破を果たしています。あれ何、状態起こしまくりやん。新入院コースから1番2番状態起こしまくり。いや悪くないぞ。刺せ、あ刺せば OK よこれ。よし頭頭はないか。でもいいよこれ、154なら満州だからね、抑えてるし、3でも一番厚めに購入してるから当たりは当たりだろ。吉田頭でもいいぞこれ、2万州はつくから。吉田いけ、吉田いやー3でもいいよ、一番厚めに購入してるから。いやーこれ OK でしょ、高めよ。もう何が来てもいい、オッズと相談にはなるけど。30倍つくでしょ。そんなことない。つくっしょ。ああ、30倍で OK、OK。あ、ニーゴ結構うまくない？どうぞうまいもん。渡辺がちょっとなんか、思った以上に。あ、でも1マークも詰まってた割には結構いい感じだったよ。さばけてなかった。いや、あの、武田がかなりためになってたから。うわ、武田突っ込んできてるぞ。救急だぞ。3でいいから。よしよしよし。だいぶ寄ったけど、行き？おい！いや最悪や！武田マジ上手くね？うわ最悪、武田になった。おー6000円落ちた。まあでもこれ完璧と言えるんじゃないでしょうか。はい、5万4000回収かな。はい、あの吉田選手の足、たぶんあんだけアジャス状態を起こしまくりで、あれは結構いいんじゃないでしょうか。はい、とりあえず2レースで一緒です。はい、3レース、このレースはモーターがいいのが2356と、いうことで、まあ、この中からちょっと軸決めようと思ったんですけれども、やっぱり、実績上位の3号艇の関選手、まあ、3コースめちゃめちゃ上手い選手なんで、まあ、他のコースと比べても3コースだけズバ抜けてるぐらい期待値高いんで、モーターも前節輸出してる37号機ということで、まあこれが船圏内を外すことはないっていう予想にしました。まあ、まくりも考えたんですけれども、1号艇の高倉選手スタートめっちゃ速い選手なんで、やっぱりまくり差しに行くんじゃないかなって思うんで、そしたら1は2着には残すっていう予想で組みました。まずは3、1流しで、256、このモーターの E256 に追加購入ですね。で13は256、これだけで、最後に、西川選手のモーターもいいので、西川選手が刺さったパターン、そして大穴で福田選手、66号機は、まあ、前節の中で僕は2番目ぐらいにいいモーターだと思ってたんで、福田選手が恵まれてまくり出してきたパターンの1号、これは当然軸の3を残して点数絞ってます。これで勝負ですね。はい、
うん、席いいね。西川も伸び返すな、でもやっぱ揃った。握るか、これどうだ。うわ、2が頑張って残して、うわこれ最悪なパターンだな。握ったか。福田がいやこれきついな。握るんだよな、よくな、この選手な。あのスリットで握るとは。うわ、福田突っ込んできた。足めちゃめちゃいいな、やっぱり。これ2着あんじゃねえの。3着か。あ、くそ、5の2、3着付けだったか。いやでもまさか席が飛ぶ予想はできないな。2が余計なことしたな。うわ、仕方ない、これは握られたら終わりですよ。はい、キャンセル。このレースは1号艇に14号機、数字の高い14号機を引いた中村選手が入っているということで、まあ当然ここから売れてるんですけれども、まあモーターがいいのがやっぱり5号艇の春園選手。20号機やっぱり前節の中で僕は一番いいと思ってたんで、まあ直近の気配間違いないんで、1号が一番人気になってるんですけれども、やっぱり三國っていうのは5コースからまくり出してくるっていうのは4の助けがないと厳しいと思うので、ここは可動機になる西野選手、絶対にスタートは決めてくる選手なので、渡辺選手は絶対に絞っていくことはないってなれば差しなので、春園選手は自力でまくり出してくるのは厳しいんじゃないかということで、あえて僕は5の2着は嫌いました。で購入したのが逃げから、2と4の差し。やっぱり前半3レースを見ても三國は差しが有利なので、結局3レース連続で、1が逃げて4コースの差しが来てるんで、渡辺選手は売れてませんけれども、モーターもそこそこいいので盲点なんじゃないかと。で逆に北山選手も62号機モーターは数字はないですけれども、直近の気配は悪くないので、これが指してくるパターンですね。ということで1、2、4、そして足の悪い6号艇の藤原選手を切って2、3、4、5で春園選手の3着に厚めに購入します。で三國は結構刺さることも多いので、三國じゃない、三國か2、4が刺さったパターンを買ってます。これはちょっと穴なので6も押さえてます。で同様に春園選手に集める購入、はい、差し決着を期待して2、4を重視しました。はい、これでいきます。はい、ないだろ、横一線だよ。ダメよ、ダメよ、横一線でいいぞ。あ、やべえ、雨はまくるかも。いや、ナイスナイスナイス、よしよしよし、それでいいぞ。が、お前はじめ24の差し。うわ、ちょちょ短板になってるよそれ。ほら、来たそのままや。よしよし、春園やめてくれ。春園3着でいいんだから。あ、バカ、2と1やり合ったらそれ本当にヤバいことになるから。ほらほら、まあいいでしょう。一番最悪なパターンだよ。1着争いから3着になっちゃうの。中村だってちょっと何やってんだよ北山。ひでえな。バック結構伸びたからね。突っ張らずに2着でよかったんだけど、船券買ってる俺からしたら。出てんな春園。うん、バックストレッチやっぱ伸びがえぐいね。展開は良かったんだけどな、気力の差で逆転されましたね。はい、5レース。このレースは2号艇の木村選手がピットマドレーで飛んで2、1、3、2、1、3、6、4、5
ありがとうございます。ということで、安子内選手は前付けに来たんですけれども、宮野良選手はまあダッシュを選んで自分から引いたので多分本番もダッシュに行くんじゃないかなって思うんですが、2号艇の木村選手はあの感じ見ると絶対に本番も飛ぶんで、本番は213645か213465、宮野良選手はもしかしたら本番4コースを取るかもしれないと。で、木村選手のモーター、これが2節前に長尾選手が使ってユースしてるんでかなりいいモーターだと思うんで、僕はインが取れれば、まあ、逃げれるんじゃないかと。まあ刺されたとしても2、3着には残すんじゃないかということで、まず2を信頼したんですが、相手は、4コースに入る可能性が高い宮野良選手か安子内選手の刺し。やっぱりミクニはずっと、さっきのレースも狙ったんですけれども、4コースの差しが上位に来やすいので4か6ですね、4コースに入る可能性が高い、これを重視してまずは逃げた時の246流し、これを1000ずつで差し切っちゃった時の462流しで、最後に4646で2が3着に入っちゃった時の4642、これで勝負します。よし、なんなら今意味は取れないパターンじゃない？何ですか？うわ、これダッシュ引くでしょ、安子内。付け直すかな、今付け直す。あー、付け直したら深くなるって。これ深くなりそうだね。しゃあないか。この宮野原選手から引くでしょ、多分。46は2しか持ってない。まずい。なんとか残してくれ、木村選手。4頭はかなり濃厚になってきたんじゃない、これ。なんか展示見ても良かったもんね、うん。なんかそんないいモーターじゃないと思ってたけど、すごい出てるように見えたんで。どんぐらい深いだろう。あ、持たせられるわ、これなら。頑張れ。 100m 起こし。いやー、どうだ。ダッシュ遅れてんじゃない、これ。だいぶ遅れてんじゃない、ダッシュ。うん、そうだろう。うわー、今、いや、3が、逃げろ。うわー、逃げてった。は？うわ、うわー、今井美也逃げてった。クソ、3は切ってるんだよ。4-3ある。満州これでワンチャンある。木村入ってこい。3だなー。あ、4-3にしかねえんだ。そう、ちょっと深くなりすぎたかな。よし、出てんな、宮野原選手。あそこでバックスタイル届くと。お、あ、なるほど。4-3にあるね。4-3にクソだけだ。あるあるある。いや、ちょっと膨れた。あるあるある。足良くないでも。いや、ある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 。ほらほら、あるあるよ、全然あるよ。安子内が突っ込んで、うわ、あるわ、あるある。え、ほら、あー、惜しい。なんでだよ、惜しい。なんでだよ。いや、まだ分からん。6か。うわー、惜しい。あとちょっとやんけ。どうやって勝ってたの？2、346、346とか。46頭の2が2着と46頭の2が3着のやつ。まあこれがこれか。まあしょうがないね。買い方はうまかったけどな、残念。はい、はい、6レースですね。ここは5号艇の新井翔吾選手がピットボナーで遅れて、豊田選手が5コースになったと。で、本番は枠なりになる可能性も当然あるんですけれども、まあ半々ぐらいで想定してます。で、注目したのが6号艇の豊田選手の
30号機ですね。これが3節前に土山選手という選手が使って、伸びがかなり目立っていたので、伸び足が記録はかなりあると思うんで、5コースになっても6コースになってもバックストレッチ伸びて3着までだったら来れる可能性があるっていう予想で3着付けにしました。やっぱり 5,6 コースは遠いので、三国はバックストレッチの伸びても3着までが限界じゃないかということで、まず逃げで1、2、3、4、6として2の差し、3のまくり差し、4の差しで6、この6点勝負ですね。で一応逃げの方は、差しやっぱ追い風強くて差し水面なんで2と4を厚めに購入しました。でも前田選手もやっぱり上手い選手なので、2000円抑えて3着付けで購入しました。はい、これでいきます。よし、5コース、いやよしよしよし、ナイス、いやナイスよ。これはある、これあるよ。ただ2着はないんで、ハノが絞っていったりすると一気にヤバいことになってしまう。大丈夫でしょう。さあお願いします。これはスタート揃ってくれ。あーやばい、ハノがいったー。これ豊田頭まであるよ。4頭か、いや、やばい豊田だ。うわー、4-1になった。頑張れ耐えろ、1しのげ、かかってるか。うわー、ヤンキーすぎる、ヤンキーすぎるよ、ハノくん。さあ4-6になった。いや待って、俺4-16持ってんだ、そういや。4-6になっちゃったよ。やめてくれよ、これまずい。頑張れ。ああ、終わった。461はないんだよ。一番嫌な展開しちゃったね、鼻が絞ってみつけて。うわ、これどんだけ結構つくんだね、満州じゃね。うわ、満州だ。416だったらどんぐらい。58倍。やっぱ無理やり突っ張ってかな、みんなね。146でも20倍あったから6万円回収だったんだけどな。はい、7レースですね。このレースはやっぱり注目が F2 の吉田選手のスタートなんですけれども、さっきのレース見てもかなり足は良さそうでしたし、まあ一応コンマ 1-2 のスタートしてたんで、状態を起こしながらもコンマ 1-2 のスタートしてたんで、まあ、そんなにどか遅れする可能性もありますけれども、まあ、決めてくる可能性もあるということで両パターンを想定したんですが、まず決めてきた場合は、やっぱり2コース講師丸野選手の差し、まずこれが、面白いんじゃないかと。で逆に遅れた場合は山崎選手は仕掛けていくんで、そしたらその隣の馬場選手のまくり差し、これが面白いんじゃないかということで251流しですね。まずはこれを買いました。そして5のまくり差し届かなかった時の15流し、これでも落ち着いてるんでこれを買いました。で最後に、125、これだけ抑えたって感じですね。山崎選手は多分絞っていっても届く伸びはないので、だったら隣の馬場選手の方が妙味はあるということでここを狙いました。はい、はい、あれ嘘、最悪、ピットマンなら遅れた。嘘、これじゃ席の頭まで見えてきたじゃん。これ16めっちゃうまいな。そうなんす、最悪だよこれ。いや本当それよ。ピットマンなら頼むって。これで丸の頼みになった。まあいいだろ、1号ならあんだろ。中田が人気の中心です。進入インコースから一
番、2番、3番、4番、6番、すごいな、こいつすごすぎるわ。そんなに来る？卵って行き過ぎだよ、それじゃ刺さんなくなっちゃうから。うわぁ、えぐい。気合が違すぎるよ、これ。うまいもの、えぐっ。満州だ。やばいな、これマジで。うん、まぁ、何今の。いや、うまいとかそういう問題じゃねえだろ、このスタートが。まずスタートがエグすぎるって。波の心臓じゃねえよ、これ。いや、F2 の吉田選手まくりの 3-4 は俺買えねえわ。いくらモーターはいいとはいえさ、衝撃だわ。素晴らしい角度で、はい、しかも丸のもスタート決めてるのに綺麗にね、すごいわ。いやー、これは素晴らしい。残念、ダメか。まあ、さっきお世話になってるし、もうあっぱれとしか言いようがないね、これは。うまいな、本当に。なんであんなスタート決めるんだよ、意味わかんねえよ。ちょっと分かんなくない？はい、8レースですね。このレースは1号艇に入っている金子選手のモーターが、まあ、前節の優勝期ということで、まあ、前節から気配かなり良かったんで、まず有力。ただ可動系になる関野選手が、フライング切ってからのスタートが結構ひどくて、特に3コースに入った時のスタートが、まあ、ほぼほぼ5番手から6番手スタートぐらいなので、ここもちょっと遅れる可能性が高いということで、その隣の4号艇の武井選手を狙ったんですが、やっぱり三國は遠いので、1マークが、なのでまくりはない、まくり雑誌と見て1441で買いました。まずは14流しを56に厚めにですね、展開つき56に厚めに。そして41流しも同様に56に厚めに買いました。最後に絞っていって、もし握っていった場合、展開つく野中選手のまくり差しがあると思うんで154、これだけ押さえました。はい、これで勝負です。刺してこい。刺され。どう、よしよしよし、ナイスナイス。あとは高めが来てくれることを願うの。いやー、ちょっと6が邪魔だな。うまいうまい。待て、3が、あー、モロキャビったわ。うわしてんのよ。やっぱ1マークじゃ決まんねえな、若手は。うん、外れ、6連敗。はい、9レース。1号艇に入っているのは、さっきの1レースで抜群に気配が良かった永井選手、なので、まあスタートも決めてくるんで大崩れはないと思うんですが、2号艇の藤山選手の2コースのスタートがかなり遅いので、通算で見てもコンマ20、コンマ20と、スタートがかなり遅いっていうことを考えても、まあ部品交換も結構して足も良くなさそうなんで、だったら島村選手、3コースの島村選手のまくり差し、これが狙えるんじゃないか。モーターに関しても島村選手のモーター、2節前に宮本選手っていうのが使ってて、ちょっとチェック入れてるんですけど、61号機、行き足がかなりよく見えたので、まあ、スタートさえ決めれば覗いていくんで、まあ、絶好のまくり差し展開になるんじゃないかということで、31流し
そして31456に厚め購入、そして、ちょっと道中の逆転パターンですね、56に関しても足はいいので、これも押されました。で最後に135に関してはかなり安くなっちゃってるんで、もうここはあえて嫌って、6号艇の松山選手は前節河野選手が仕上げた27号機、これは、まあ、春園選手の20号機とか、福田選手の66号機にも負けないぐらいの、モーターの威力あったんで、まあ、136と163これだけ抑えました、まあ、あくまで軸は島村選手は確実に上位争いしてくると、あと永井選手で穴として推奨するのは6号艇の松山選手って感じですね。これで勝負します。はい、そろそろくれよ、頼むから。芦屋のルーキーシリーズオール2連敗の成績で優勝を果たしています。内山に釣られてくれるとか思ってみろ。あれ状態起こしてるアジャストしたわ。いやー今井それはやりすぎ、やめてくれ。いやーうわ松山終わった。うわなんだよその展開。1マークめっちゃ変な感じだったよ。こりゃひどいな。ダメだ、1マーク6しか持ってねえよ。残念、ダメだ、まずい、当たりまへん。あー、くそー、残念。はい、10レースですね、ここちょっと勝負です。進入からかなり面白くなって、4号艇の西川選手が動いて14-2-356というふうになりました。で、まあ、本番も、まあ、西川選手動く選手なんで本番もこの形になると思ってます。はい、でスローは結構深くなると思うんで、追い風がやっぱ強いことを考えても、荒れる可能性はかなり高いんじゃないかと。でやっぱり3コースから自在に運べる安河内選手は穴人気しているんですけれども、三國はやっぱり、今日の前半の傾向を見ててもそうですけれども、やっぱり追い風が強くなればなるほど差しが有利になると思うので、僕は、4コースダッシュになる白髪優選手の差し、これを大本線に買いました。白髪選手のモーターは、まあ、前節倉谷選手が使ってたモーターなんですけれども、行き足から出足もそんなに悪くないというか結構よく映ったので、安河内選手が思いっきり握って展開作ってくれれば、差し切りまであるんじゃないかということで、まずは325流し、これは握っていく安河内選手と、展開つく、まあ、モーターもいい板橋選手を2着につけて本戦で勝ってます。で、1コースの西野選手と、2コースの、西川選手もう、2着に残っちゃったパターンで抑えてます。で相手本戦の2、5、3着につけてます。で安河内選手がまくり切っちゃったパターンで2、3は1、4、5で切ってます。足の悪い6は切ってます。で、2、5、3、これは2が握って板橋選手がまくり出してきて白髪選手が3着に残したパターンですね。で16点勝負なんですけれども、本戦の325352、それから235、これに追加購入します。はい、これで勝負です。ここは結構自信あります。はい、白髪選手がしかも売れていないんで結構妙味あるんじゃないかと思います。はい、よし、ここ大事よ、頼む、ここ的中して後半に望みをつなげたい。ゴリゴリいけ、ゴリゴリ。うわー、板橋大外になった。何やってんだよ、やばいって。6結構軽視しちゃってるよ俺。ビッドマナレー5号艇板
橋優が5点を取りました。あらまあ、後方で西川雅紀動きを見せています。スタート展示では2コースに入っての並びが142、ダッシュが356-3対3と分かれていました。戦いは終盤のカードに入っていきます。競争水面上続いてのカード第10。やっぱりなんかピット離れでの激しいね、ルーキー戦は。もうなんなら参加でもいいぞ、安川氏。後方で安河内参加とでもいいんだけど。前半レース大接戦の三着争い制しています。よし、引いた、よしよし、ナイス、ナイス、おめでとうございます。当たりました。さあ白髪ちゃん、刺すだけでいいんだぞ。本番では三コースカード2コース安河内賞が取って2対4と分かれています。少々人気割れ加減ですが、1号艇西野勇輝、人気の軸に押されています。さあどうだ。1コースから1番、4番、2番、3番、6番、5番です。安子押し握れ、よし、いったろ、よしよしよし、思いっきり握れ、よし、白髪、うわ、邪魔された、うそー。皆様喧嘩買ったか。うわ、無理だ。それは無理だ。ごちゃついたなぁ。これしかつかないんだ。ロックコースター刺したい。ちょっと中途半端だったね。あー、残念。あー、くそ、ここ勝負だったのに。まずい。はい、11です。村岡選手動いたんですけれども、ちょっと羽野選手とかスロー勢、内枠勢がゆっくりしすぎて、展示ではちょっとわけわかんなくなったというか、6-5-1-2-3-4 かで、4は本当はイン取ってたんですけれども、回り直してダッシュに引き直した。で、本番の進入がまずわからない、正直わからないです、この展示だと。まあただ絶対に内枠勢は入れるはずがないので、もし村岡選手が動いてきたら、まあ丸野選手が短期になる可能性もありますけど、まあ武田選手も抵抗する気は満々だったので、オールスローか1-2-3-5-6-4、まあこれが想定できるんですけども、村岡選手もしかしたら本番行く姿勢見せ途中でやめる可能性あるんで、まあ3対3も一応想定してます。で、かなりむずいレースなんですけれども、今泉選手が3コースに入った時の逃がし率がもうめちゃめちゃ低いので、まあ今泉選手スタートそんなに行く選手じゃないので、やっぱりこれが3コースに入れば波乱の可能性はあるんじゃないかと、まあ、進入からもね。ということで、超変則買いでちょっと注目してるのが 5号艇の武田選手で、前半の2レース、これで、最下位、道中最下位から、どんどん逆転して、最終的には3号艇の渡辺選手にも逆転して3着もぎ取ってたんで、レース足はかなりいいと僕は思ってるんで、これの3着付けで、頭は2-3-4、はい、これでいきました。2-3-4-2-1-2-3、あ、間違えた、2-3-4-5で買う予定だったんですけど、ちょっと買い足してきますわ、4だけ抜けてるんで。はい、それで、ま、なんとか前半のようにさばいてくれれば3着だったら来れるんじゃないかっていう意味で3着にしました。2着を拾わなかった理由は、やっぱり他の選手がみんな実績ある選手なんで、まあ2着までは結構厳しいんじゃないかっていうので、2着は嫌って買いました。はい、これ買い足しっす。はい、よし、なんとかごっちゃごちゃになってくんねえな。マジ無難の3対3とか、マジそれは本当に草生えるよ草生える、大草原の深き。いやー、これ動かなそう。スタートインでは各選
しょうか。お、向けた。これいくね。いく。ドヤンキーだな。春園でも伸びるからね。ワンチャンチャンスはあるんじゃないかな。あとは武田が前半のレースみたいに突っ込んできてくれれば。あー、残りそう。誰か何とかしろ。インコースと2コースは 100m 近辺の星となっています。進入春園しかいねえな。1番、6番、2番送りたんじゃね。今泉絞れ。今泉羽野に逃がしたらマジでダメだから。ダメか。なんだよそれ。ダメだ、羽野逃げちゃうじゃんそれ。半端だなマジで。ああ難しい。逃げかこれで。よしちょっと最後頑張って当てましょう。はい、最後なんとか当てたいところなんですけれども、まあ、本来だったら3号艇の木下選手を狙おうと思ってたんですが、今日の水面を考えても3から1発かますの厳しいんじゃないかって思って、まあ、まくり差し3のまくり差し1本も入ってないですし、まあ、なんなら2コースには磯部選手がいるんでちょっと厳しいんじゃないか、まあ、これでオッズがついてたら言ってますけど全然安すぎるんですよ。なんでこれちょっと妙味ないのでやめました。で、やっぱり今日追い風が強いのでもう逆転できるなら差ししかないということで磯部選手を狙いました。2-1で、あとは足のいい3-4は絶対に来るっていう手でもう2-1-3-4の2点、これで勝負しました。これまあ当然当たれば一発逆転できるんでこれがベストかなと。で 1-2 できちゃったらもう仕方ない、諦めると。まあ、1-2 でも12倍16倍とかついてるんですけど、まあ、そっちに行ってもね何も面白くないですし、こっちが来ちゃった時に鬼後悔するんで、だったらこっちでしょ。はい、あ、いいよこれ絶好の腰位置じゃないの。頼む俺に勝利をくれ木下、頼むから大上の進みは止めろよ。うわー行ったよこれ、止めた。逃げるか。あー転覆しちゃったよ。うわー、うわー、ホームへの優勝なくなった。うわあダメだったな。くそーマジでダメだな本当に。何がいけないんだろう。ダメでした、残念でした、今日も負けでした。ちょっとこれ編集任せてダメ、無理くそ編集やりたくねえな。はい、お疲れ様でした。難しかったね。むずい。なんかボートレースの当て方を忘れました。ボートレースってどうやって当てるんだっけ。なんかね、最近負けすぎて道中とか見せてもまるで当たる気がしないんだよ。明日はちょっとやめよう撮影するのは。で、ちょっと流れ悪いんで本当に予選最終日それか準優勝戦日に取り直そうの勝負がけでちょっとリベンジしよう。そこでちょっと勝てるように頑張りたいと思います。一回自分の予想を見つめ直して、まあ次の動画はいいものを見せれるように頑張りたいと思います。はい、以上です。はい、ご
でしょうね。